クリント・ブライアン・ボルトンは、オーストラリア・バンダバーグ出身の元同国代表のサッカー選手。オーストラリア国立スポーツ研究所で1年間、過ごした後、1993年に、ブリスベン・ストライカーズ FC と契約した。ここでは7シーズンで178試合に出場。そのうち51試合クリーンシートを達成。在籍中の1997年には、 リーグ優勝のタイトルを獲得。2000年にシドニーオリンピック FC へ移籍した。3シーズンの間に95試合出場32試合クリーンシートを達成。2002年にリーグ優勝し、2003年は決勝へ進出するもパースグローリー FC に敗北した。3シーズン過ごした後、パラマッタパワーと契約を結んだ。1シーズン在籍。 27試合に出場中11試合クリーンシートを達成。2004年の NSL 最終年、チームは決勝に進出、パースグローリーと対戦した。この試合は1977年から始まった NSL 最後の優勝チームとなる。それはボルトンにとって300試合出場してきたリーグの最後でもあった。しかし、チームは0から1で敗北した。 NSL が終了後、ボルトンは練習とコンディションを保つため別のクラブを探していた。まず、フレーザーパーク FC と契約を結び10試合出場し、その後、アピア・ライカート・タイガーズと契約を結んだ。それから、A リーグに参加するシドニー FC に参加した。シドニー FC で FK を蹴るボルトン2005年8月28日のメルボルン・ビクトリー FC 戦でデビューをした。 その年のリーグは決勝まで進みセントラルコーストマリナーズ FC 相手に1から0で勝利し見事初代 A リーグ王者になった。ボルトン自身はリーグ戦全試合出場5試合クリーンシートを達成。この活躍からドワイトヨーク、アルビン・チェッコリ、デビッド・カーニーなど他の候補者を押しのけ、クラブの年間最優秀選手に選ばれた。この賞を受賞したボルトンは喜びを語った。 チームメイトから投票されるこの賞を受賞できて光栄です。今年はリーグ優勝し FIFA フフクラブワールドカップに出場するというシドニー FC にとって素晴らしい年になりました。2007年1月1日に5試合連続クリーンシートを達成。セントラルコーストマリナーズの GK ダニエル・ブコビッチが記録した4試合連続クリーンシートを塗り替えた。 2006から07シーズンは再び全試合に出場。クラブの最多出場選手になった。そんな中、2010年にクラブを退団することを決定。その後の試合で、ボルトンはスタンディングオベーションで観客に迎えられた。2010年2月16日に、クラブの初代 GK として A リーグへ新たに参加するメルボルンハート FC と契約。 メルボルンハートでの最初のシーズンは全30試合に出場。7試合のクリーンシートを達成した。この結果、クラブの最優秀選手の栄誉に輝いた。U-20 代表として、カタールで開催された 1995FIFA ワールドユース選手権に参加した。1996年のアトランタオリンピック予選に出場したが、本大会のメンバーには選ばれなかった。 2000年のパラグアイ代表戦で A 代表デビュー。また、この年に開催された OFC ネーションズカップ2000の優勝メンバーだった。その後、2001年のトンガ代表、フィジー代表戦でゴールマウスを守り、共に無失点に抑え、出場した3試合すべてでクリーンシートを記録した。それから20試合もベンチで過ごしていたが、2006年8月16日、 AFC アジアカップ2007のクウェート代表戦でスタメン出場。2から0の無失点で抑えた。ボルトンウィンズシドニー FC、プレイヤーオブザイヤーアードハット AB ボルトン、ハーツベスト、ハットゴールキーパーボルトンウィンズハーツ、トップゴングイン、デビューシーズン。ありがとうございます。